自己紹介、ボーカルとギターのアキラです。はい、です。ベースのヒゲです。けど、なんか練習してて時になんか辛くなる時って絶対あると思うね、楽器もスポーツも。そこが多分一番ポイントだと思うんだけど、どう乗り越えるかっていうか、やっぱその楽しむのがすげえ大事で、バンドもね、辛いんだったらそんなに必要ないじゃん。楽しくて乗り越えられる辛さだから、ギターとかも俺も多分そうで、その逆、そこをうまく乗り越えちゃうと、あとは続く。だそこにたどり着く、ついて来たらそこだと思って楽しんだ方がいいかもね。でバンドは仲間がいるし、助け合えてどんどんまたクリアしていけるし、なんか最初は絶対楽しくてハマっていくわけよ。途中でやめてしまうのは辛い時が来るかなと思う。あと理由をつけてさ、できなくなっちゃった理由はさ、自分の中の嘘じゃん。そこに来たら喜べって感じ。なるほど。そこを楽しむしかないよね、仲間とね。楽しい方があるからね。はい、どうもありがとうございました。うまく編集してくださいね。俺たち俺とか全然なってなかった。これ初め俺カメラ電気ないからついてないのかと思ってた。俺はついてないと思って、いつ始まるそうそう、俺はいつだ。そうそう、俺もここで、すっげえ聞くよね。見えてたもんね、ロボね。初め下げてみましたもんね。足も本当にいいね。原因もあったけど。結構いい。本当にすげえいいよね。すげえいいよね。ベースをぜひ。